れた。一緒に着ぐるみたいに強かった。やばいですね、あれ。よかったっすね。Let's find her then. よし。ここは敵出ますか？こっからはちょっとわかんないですね。あれ、これどこだ？あ、いいですよ、まっすぐ行ってもらって。もう頭、頭いっちゃいましょう。いいですね、いいですね。おお、おお、やばいじゃん。まだいるんで、気をつけてください。しゃがむ。めっちゃ至近距離。そいつは倒したりとかがいいですね。撃たれた。一瞬は強い。ナイスナイスナイス。赤いのある、張り付く、張り付いた。いるな。爆弾とかあったら投げちゃいたいですね。あ、手榴弾。お、離れて、離れて渡すになっちゃう。あ、ダメだ。投げれませんでした。何事もこんな。シバ頭邪魔。え、やばいじゃんこいつ。うわ、強え。あ、やばいやばい。ナイス。あ、怖い。あ、めっちゃ撃たれる。エンプティーなんですけど。装備を変えましょう。あ、やばいじゃんこれ。あ、どうしよう、どうしよう。エンティティ、いや、まだ全然あります。フック、あぶ、ナイス。え、どういうこと？あの、ガス爆弾みたいなの切った。ここか。はぁ、ここを走り抜ける。なんでこれいるんで、もう超にもうダッシュ、ヤンヤンダッシュ。スピードこれしか出せないね。あ、全然全然、でもそれで大丈夫です。ダッシュ、オッケーオッケーオッケー。相手にしてる暇なんてないんでね。シバマシバ、よし、ナイス。なんで、あ、なんか燃えてる。右ですね、右の方。降りていいの？飛び降りるの？降りて、あ、敵いるよ。左、あ、そいつ倒しますよ。タコ、え？うわ、来た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 。え？で、どうすんの？これめっちゃ来るんで、一回戻っちゃいましょう。上に？上に。あそこら辺とかも。多分その、まあ、下のやつはもう島に任せてもいいかも。ナイス。登る道があるはずなんで、ベルト。あ、そうっすね、これ、はい、そこを降りて、めっちゃ走るっぽいです。逆にね、逆にってこと。はい、逆に反対、あっち側に渡るってこと、はい、あ、いや、いや、あの、ベルトコンベアを登っていくイメージ。逆走する感じですね。はい、無理じゃね。爆走、爆走、爆走、走って、走って。意外と走れた。で、階段、はい、ね、あ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 、びっくりした。すごいな、シュバ。やっつけた？もうなんか怖さはないっすよね。そうですか？また、これ左に登っていくイメージですね。あ、2回登っていく。あ、ベルトコンベアを。はい。で、ただ、これ右分かるように焼却量になってるんですよ。はい。入っちゃうともう死んじゃうんで。え、怖いじゃん。え、これどこに降りるの？うわ、来た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 。どうすればいい？ああ。とりあえずもう、どっちに降りるの？シャピニーのね。左だ、左だ。あ、やばい、じゃあこっちは通さないとですね。あ、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 誰だ。ダメージすげえ。シェバいる？
なんだここは。からの？ちょっとまだ一旦だよ。これ何？ジェラルミンケース。開けましょう。何かかってる？何なんだ？マシンが。なんかすごい強そう。強そうなマシンが。人いる？うわ、気持ち悪い。じゃあこれ。あ、なんか流れてると思ったらなんか。敵が出てくると思う。どっからで戻るんだよ。で戻る。あのうねうねしてた気持ち悪いやつのこと。うわ生まれてんじゃん。どうすんの。もう行っちゃっていいんじゃないですか。もうガンガン。こっち。もうそのまま行っちゃいましょう。で右行って。ああ、やばい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 。一緒。キビリ。通れない。で？で行って。どっちだっけ。左っすね。まっすぐ？あ、これだ。そこ、右。あ、操作してで、あ、やられた。え、で、あ、やばい、逃げて。え、動かない。どこに逃げんの。殺しちゃっていいんじゃないですか。無理だよ。いや、これはね、ちょっと、ね、倒すのもちょっと大変そうなんですよ。え、どこに逃げるの。あ、やばい、やばい、あ、やばい、死んだ。え？無理だよ。なんで？これはヘルプ使ってもいいですか？いや、使いましょうよ。じゃあ。これだって道順ちょっと待って、そうですね。逃げていいじゃん。どっち使いたいですか？え？あ、いや。選択早っ。結構的確な感じだったんだけど。さあ、大輔に変わりました。はいはいはい。じゃあ。サクサクっといっちゃいましょう。あ、そうで、もうそれならこっち来て、こっち追いかけてくるでしょ。はい。で、このレバーやったらコンベアを走るんですか。うん、そうなの。逆流して、そうっすね、あの上に向かうっていう。え、やばい。うわあ、うわあ。出れない、出れない、やばい、やばい、やばい。なるほどっすね。よーし、危ねえ。よし、まだ2かよ。サクッと終わるって言ってましたよね。ゴキブリみたいに強かった。やばいですね、あれ。よかったっすね。さあこう、ボス戦みたいな感じのやつですか。ボス戦です。え、嘘。これを倒せばもうこのチャプタークリアなんで。体力ないんですけど、どうやって倒すんですか。うわ、無理。うわ、うわ、無理。これもう近いてる間にやられちゃうんだけど。うわキモいな。こいつはちょっと、いろんな爆弾とかちょっと投げ物系でやっていくって感じですね。苦手なやつ。え、とりあえず逃げで、ここにボンベあるじゃないですか。ボンベあった。なんで、これ近くまで来たらそれを撃って燃やすとかでもありです。あ、来たー。イエーイ。ナイス、あ、ナイス。あとはで、ガスボンベ、あった、ガスボンベ。それっぽいな、どうですか。まだまだ引きつけて。え、無理、外した。いや、大丈夫です。え、なに。あ、え、どこで燃やす。一旦冷静になりましょう。まずガスボンベを。よし、ガスボンベを。え、どこで燃やせって。火炎放射器が使えるようになってるんですね。ちょっとそこら辺。これだ。拾う。頼む。拾うにでしょ。拾うじゃない。拾う。よし。オッケー。充填する。え、何？いや、まだ。いいっすよ。いや。ガ。回避。あ、無理。アクションのボタン出てくるんで、そこで回避すれば食らわずにいけます。やばい。アクションのボタン出なかったんですけど。出てこね。死にますよ。逃げて。え。
死にますよ。あ、でもいい感じだと思います。あの死にますよ。やり方としては。そこでいいんじゃないですか。そこで。え、一回置くの？拾う。なるほど。OK。一旦整えたんで。今？ゴー。はい。はい。はい、ナイス。ナイス。で詰めちゃっていいんじゃないですか。一回。どこどこ？ゴー。いけてる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 。よし、で戻ってあそこのさっきこれを拾ったとこあるじゃないですか。そこに戻しておいてください。なるほどね。で、またちょっと逃げ回って。なるほど。よし、取りましょう。出るのかな、使えるのかな。おー、来た。拾う。お、あ、お前、お前、でも全然、全然食らってないです。最高。逃げ道、あ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 、視点が、視点勝手に変えるのやめてこいつ、ほんと最高、遠い、最高、救急スプレーはこっちにありますからね、なんて言ったら、お、あ、で、あれを撃つ、え、あれを撃つって何、武器を変えて、武器を変えて置く動作いらね、お、あ、ナイス、すごい、ロケットランチャー一発で即死するみたいですよ。うん、だろうね。で、まだ使、まだ使えない、そこは。くらえー、全然いけ、全然いけ、うわぁ、めっちゃ食らってる。で、これエンプティ、もう一回直して、ナイス、お、すげえすげえ、やっぱり体は無限に食らうらしいんで、やっぱあのコアを、丸っこいやつを壊さなきゃダメっぽいっすよ。遠い、ちょっと遠いか、あ、でもいける、よしよし、出た、いい、いい、やられたー、はい、で、これで今のうちに撃つ、置くスタイルやめて、ほんと、うね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 、黄色のうね、取り憑かれてますよ。え、なに、どういうこと、やっぱ火炎放射器で周りのやつをやんないとダメなんだ。シャロ、マジ頭邪魔、回避、あー、ダメだった、あ、死にそう、どうしよう、それシェバが、よし、火炎放射器取りに行く、で、火炎放射器をシェバに渡せる、渡せるはずです、しまって、オッケー、来た、突っ込んでった、やっぱあれぐらい近くじゃないと、あ、あれか、あれだ、あ、出たんだ、あ、出た出た出た、弾出た、弾ない、あ、シェバが向かった、オッケー、ナイスナイスナイス、いい、いや、挟み撃ちない、いい、素晴らしい、弾に当たんないよ、シェバがめっちゃ襲われてるんですけど、ヘルプミーって言って、ヘルプしないと、まっすぐ行って、弾、え、弾ない、どうしよう、もう弾空っぽなんだけど、え、シェバ持ってないっけ、あ、シェバ、シェバが弾してる、ナイス、おーし、あ、あ、どうして、マジして、あ、ナイス、あ、やばいやばいやばい、え、逃げれない、え、逃げない、弾が出てきた、これ当てんの大変っすよね、シバ死んじゃう、もうダメだこれ、強いなこいつ、あ、弾、いって、待って、あ、なに、ヘルプミー、ヘルプできないの、あ、弾ない、あ、食われた、無理これ、時間で、え、今日はここまで、残念、すごいですね、ボスを倒さず今日はここまで、はい、ということで、今回は
という感じでした。面白いと思ったらチャンネル登録再生回数たくさん、高評価、コメント、公式ツイッターのフォローなどなどよろしくお願いします。また見に来てください。